大谷翔平監督にポルシェのミニカーを贈った理由。伏線はワシントン DC の監督と記者のやり取り。記者から、監督の本塁打記録が破られたらポルシェでももらう？と聞かれると、監督はいいねそれと即答。中年でストレスもあるから派手な車がいいねと返し、笑いを誘っていた。こういったやり取りを大谷が聞いたのかどうかはわからないが、粋なアメリカンジョークでポルシェのミニカーをプレゼント。監督は、翔平が笑いながらやってきたよと嬉しそうに話した。ほっこりする。大谷が監督にポルシェを納車した時の二人の笑顔が目に浮かぶようだわ。なんだミニカーかよ、シャレが効いてるやん。アメリカでもトミカのミニカーはすごい売れてるからね。この辺の平然と真顔でジョークやる感覚を日本だとクソガキめ笑と表現され、アメリカだとウィットの効いたジョークと表現されるのは面白い。こうした細かい心配りが監督だけでなく周囲の人たちとの関係性を作り上げていくのだろうな。本物のポルシェ送る余裕はあるけど、さすがに監督に高額なプレゼント送るのは色々問題あるから、このぐらいのジョークがちょうど良いね。大谷は人付き合いのセンスが良い。監督が報道陣の笑いを取るまでをセットで計算済みだね。もともと監督もポルシェをもらうつもりなんかないし、みんなが楽しいお年寿だと思う。監督に本物のポルシェをプレゼントすると賄賂っぽい匂いがね。驚かせて笑わせる、これこそアメリカンジョーク。誰が聞いても笑ってくれる。さすがに同僚や監督には本物はプレゼントしないよ。ジョークなプレゼントが一番嬉しいと思う。大きなプレゼントをするときは奥様や裏方スタッフとかだよね。ロバーツ監督でさえいじられ始めたか。翔平の愛され度や許され度は天性だからね。すごい能力だと思う。たとえミニカーでも監督にとっては一生大切にする宝物だと思う。